今回琵琶湖マラソンを走るにあたって MGC 獲得を目標にしていましたが、まあ、それをなんとか獲得することができたので素直に嬉しいですし、タイムも、まあ、私はなかなかマラソンのタイム持ってなかったので今回大幅記録を更新することができたので嬉しいです。私が初マラソンをチャレンジしたのがちょうど1年前のこの琵琶湖マラソンでして、まあ、その時に出したのがその2時間23分という、まあ、記録なんですけど、まあ、それからこの1年間、まあ、マラソントレーニング30キロ走や、まあまあ、スピードも殺さずにインターバルのトレーニングも取り入れたりして、まあ、それがうまく、マラソンにつなげることができたので、まあ、それが大きな要因かなと思います。私も30キロまで、まあ、ついていって、まあ、そこから後半が勝負かなと思ってまして、もう最後の38キロか7キロぐらいからもう、まあ、寒さとか疲労で体に力が入らない状態になった、なって、最後、まあ、トラック入る前ぐらいで山本選手に、まあ、抜かされた時はもう本当についていくっていう力も残ってなくて、1秒でも早くフィニッシュできるように、まあ、最後力を振り絞って走りました。